どうも、シュンズ TV です。ディズニーで、まあ、いろんな映画があるんですけど、ちょっとマニアックな映画でも面白いものっていっぱいあるんですよ。まあ、当然、ラプンツェルとか、美女と野獣とか、アナ雪とか、そこら辺はもう王道じゃないですか。結構見てない人が多い映画でも楽しいものっていっぱいあるんですけど、レミーの美味しいレストランとか、プリンセスの魔法のキスとか、いろいろあるんですけど、今日は、僕が好きなディズニーのマニアックな映画ベスト3をちょっと言わせてください。第3位がですね、ミスターインクレディブル。この作品はね、見てないっていう人が結構多いんですけども、僕はキャラクターの力がすごく強いと思うのですごい好きですね。まあ以前にもちょっと喋りましたけど、バイオレットっていう女の子がすごく好きですので、まあそういった意味でもとてもいい作品です。マニアックで好きな作品第2位はルイスと未来泥棒。これもめっちゃ面白いですよ。あの、未来を描く作品って僕すごくセンスが問われると思うんですよ。っていうのも、過去を描く作品っていうのは、もともと人間が作り上げてきたものをあとはアレンジ加えるだけで映画になるんですけど、未来を題材とした映画って素材がないので、素材を作るところからスタートしないといけないんですよね。まあそんな中で未来を描いて、そしてウォルト・ディズニーの名言でもある過去を振り返るな、未来だけを見つめていろ、この名言をもとに、まあ、作られた映画とも言われてますね。最後のオチとかも面白かったので、ルイスと未来泥棒おすすめです。第1位はメリダと恐ろしの森。この作品はね、なんか失敗作だってよくインターネットとかでも書かれてるんですけど、僕はちょっと意味がわからないですね。あの作品すごく好きです。あの、お母さんと娘の親子愛を描いてる作品なんですけど、その描き方が美しくて、まあ、最後は感動して泣いてしまいましたけども、あの、とても面白い、僕は映画だと思います。あれが僕の中で、ディズニーマニアックな映画の中で1位ですね。ぜひ皆さん見てください。楽しいですよ。ではまたお会いしましょう。さよなら。